柔道、全日本選抜体重別選手権、7日、最終日、福岡国際センター、男女7階級。男子90キロ級田島豪樹、パーク24、が2連覇を遂げた。決勝で川端幸い焼、国士館第1年、2一本勝ち。残り1秒、大外刈りで仕留めた、男子100キロ級増山孝介、パーク24、が、 この階級で初優勝した。決勝で荒井道博東海大二年、指導三の反則勝ち。パリ五輪、オリンピック、代表候補の一時筆頭に躍り出た新鋭を延長戦の末にどけた。増山は22年まで男子90キロ級で2連覇。昨年から階級を上げていた。 一方、昨年まで3年連続で世界選手権代表に選ばれていた飯田健太郎、朝日化成は軽量オーバーで失格となった。所属先によると、前日6日の軽量で規定体重を1キロ余り超過したという。男子100キロ超級大田氷河が、朝日化成が2連覇した。準決勝で所属の先輩、王子谷武朝日化成を破ると、 決勝では影浦心、日本中央系馬会、2延長戦で勝利。最後は縦四方固めで技ありを奪った。